12月31日の新年を祝うための珍しい食文化やイベントを挙げると、ステイン12個のブドウステインでは、カウントダウンの際に12回の鐘が鳴る間にブドウを一つずつ食べる習慣があります。各ブドウは新年の12ヶ月を象徴し、幸運を呼び込むとされています。日本年越しそば、日本では年越しそばと呼ばれるそばを食べる習慣があります。長く伸びるそばの麺が長寿を象徴し、新年を迎える際に縁を切ると信じられています。デンマーク、割れる食器。デンマークでは新年の夜に使われなくなった食器を投げ合う習慣があります。破れた食器は幸運をもたらすとされ、親しい関係の証とされています。エクアドル、人形を焼く。エクアドルでは新年を迎える前にパン生地で作った小さな人形を焼きます。人形の中には幸運を象徴するものや新年の希望が込められています。スコットランド、ホグマニー。スコットランドでは特別な新年の祝宴ホグマニーがあります。このイベントでは特別な料理や伝統的なダンス、火を使った儀式などが行われます。これらの珍しい食文化やイベントはそれぞれの文化や地域の特色や独自の伝統に基づいており、新年を祝うための独特な方法として行われています。